来たよ、ひぐち、そっちゃん。そっちゃん、はーい。うちの犬でしょ。そっちゃん、そっちゃん、リリちゃん帰ってきましたけど、虫、虫。U ターン。いつもと全然違う。違う、また。そうですね。味付け牛タン、うん、味噌だ。初めてですね。うわ、味噌とまだ違うの入ってるよ。あ、これもなんか初めてですね。どこのでしょうね。開きますね。あ、パックにも入ってるんだね。あ、こうなってるんだね。ね、うん、こうなってるんですね。4枚ですね。すごいですね。4枚、うん、見えないでしょ、そっちゃん。見えないけど日本だよって。味比べ、味比べ、味比べって。このぐらいのサイズでね、小さくするとね、喜ぶね。みんな食べれる。子供もね、子供たちもね、孫たちもね、なんかバカバカするから、ね、それでいいよ。一郎選手も現役の頃、あれだよね、1週間のうち6日ぐらいは牛タンカレーだって言ったよね。ああ、やっぱこう牛タン、体にいいんだね、そうですね。うん。さっと炙ればいいだけだからね。孫たちも大好きなんでね、バクバクだね。みんなバクバク。柔らかいんだよね、仙台のおばさんにいただいた牛タンは。そうですね。味比べどうですか、味比べ。はい、牛タン味比べ。あ、どう、この味。あー、これは利休ですかって。僕わかりますねって任せてくださいって。宮城は米なんです。